皆さんこんばんは。私はちょっと生まれて初めてライブをするのですごく緊張しています。こういうところでこうやって素敵な演奏に囲まれて歌を歌えるって本当に幸せなことだなと思ってさっきから思っています。今日はジョン・レノンのトリビュートライブということでお呼びいただきました。私ジョン・レノン本当に好きでビートルズが好きなんですけど、1990年代にニューヨークに行ってジョン・レノンが射殺されたダコタハウスも見に行ったことがあります。次の夢は世界一有名な横断歩道と言われているアビーロードでしたかね、ジャケットになっている横断歩道で写真を撮りたいなって思ったりしています。皆さんここに集まっている方いろいろ、ね、ビートルズとの思い出があると思いますけれども、そういうのを思い出しながら今日は聴いていただけたらなと思っています。私が以前なんか雑誌で読んだことがあるんですけど、ジョン・レノンが小野陽子さん、ね、奥様の誕生日になんか飛行機を借りて空に「ハッピーバースデー」って書いたっていうか、煙でですね、ああ何かもう本当にスケールが全然違う、そんなことを、ね、旦那さんにされたら本当にすごい嬉しいんじゃないかなって思って、その記事を読んだりしたことを思い出します。それでは。Hold your hand.ありがとうございました。
メンバーを紹介したいと思います。向かって右から、エレクトリックギター糸瀬慎也、In my life。